今回は田中刑事が示唆した羽生結弦さんの離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。田中刑事が示唆したってことは、何か裏があるって話だな。そうよね。一体、どんな真相が隠されてるのかしら。まず、羽生結弦さんの離婚の発表が、結婚からわずか105日後ってとこがポイントだな。確かに、短すぎるわよね。何かあったのかしら。そして、羽生結弦さんの元妻である末延真由子さんが、現在37歳ってとこも気になる。年齢的には、結婚してもおかしくないわよね。そうだな。でも、羽生結弦さんと末延真由子さんの年齢差は、10歳以上あるんだ。結構な年齢差よね。年齢差は、結婚生活における価値観の違いや生活習慣の違いにつながる可能性があるよな。確かに、年齢差が大きいと、考え方や価値観が違ってくるわよね。しかも、末延真由子さんは、羽生結弦さんと結婚する前に、別の男性と結婚していたんだ。そうなのね。離婚歴があるのね。離婚歴があるってことは、過去の結婚生活で何かしらの問題があった可能性もある。確かに、離婚は簡単じゃないわよね。羽生結弦さんと末延真由子さんの離婚理由については、まだ真相は明らかになっていない。そうよね。いろんな憶測が飛び交っているわよね。ネットでは、すでに様々な憶測が飛び交っている。どんな憶測があるのかしら？例えば、羽生結弦さんの多忙なスケート人生と、末延真由子さんの生活リズムのズレとか。確かに、羽生結弦さんは、世界で活躍するスケーターだから、多忙だよね。あと、羽生結弦さんの性格や価値観と、末延真由子さんの性格や価値観の相違とか。考え方の違いは、結婚生活では、大きな問題になりやすいわよね。さらに、羽生結弦さんと末延真由子さんの家族間のトラブルとか。家族間のトラブルって、具体的にどんなことかしら？例えば、羽生結弦さんの家族が、末延真由子さんのことを気に入ってなかったとか。それは、確かにあり得るわね。まあ、真相は当事者にしかわからないんだけど、離婚は、本人たちにとって大きな決断だったんだろうな。そうよね。でも、田中刑事が示唆したってことは、何か裏があるってことだぜ。何か裏があるのかしら？田中刑事は、警察関係者だから、一般の人間には知られていない情報を持っている可能性がある。もしかして、田中刑事は何かを知ってるのかしら？もしかしたら、田中刑事は、羽生結弦さんと末延真由子さんの離婚に関連する事件に関わっていたのかもな。事件。詳しいことはわからないけど、田中刑事は、何か知っていると思うんだ。田中刑事の示唆が、真実を明らかにする鍵なのかしら。田中刑事が何を示唆しているのか、今後の展開に注目だな。今後の展開が気になるわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦の離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。なんだかんだで、羽生結弦の離婚、衝撃だったよな。本当にね。結婚からわずか105日で離婚って、驚きしかないわ。しかも元妻の末延真由子さん、37歳って、年齢も気になるよな。そうよね。羽生結弦さんと年齢差も結構あるし、結婚生活が短かったのもあって、いろいろ憶測が飛び交ってるわよね。憶測って、具体的にどんなこと言われてんの？まあ、ネット上ではいろいろ言われてるわよね。性格の不一致とか、価値観の相違とか、仕事が忙しいとか。それって、ただの噂じゃん。真相は本人たちにしかわからないよ。でも、気になるわよね。なぜ離婚に至ったのか、真相を知りたいわ。わかるぜ。でも、真相は本人たちしか知らないし、公表されることもないだろうな。そうよね。でも、田中刑事って、羽生結弦さんと仲良かったんじゃないの？ああ、田中刑事なら、何か知っているかもしれないな。え、本当に？田中刑事って、何か知っているの？田中刑事から聞いた話だと、羽生結弦派結婚当初から、かなり悩んでいたらしいんだ。悩んでいたって、どういうこと？結婚生活に疲れてしまったみたいだ。毎日練習に明け暮れて、結婚生活に時間をかける余裕がなかったらしいんだ。ああ、羽生結弦さんは、本当に練習熱心だもんね。そうなんだ。それに、結婚生活に慣れていない部分もあったみたいだ。結婚って、
難しいものよね。田中刑事も、羽生結弦の心の内を理解しようとして、いろいろアドバイスをしたみたいだけど、結局離婚に至ってしまったんだ。悲しいわね。でも、羽生結弦は、離婚を経験したことで、新たな気持ちでスケートに取り組んでいるみたいだ。そうなのね。そうなんだ。田中刑事も、羽生結弦のスケートに対する情熱は、以前より増していると言っていたよ。それは良かったわね。羽生結弦は、これからもスケート界で活躍していくだろうな。そうよね。これからも応援していくわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦の離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近さ、羽生結弦が離婚したって話題になってるよな。ええ、びっくりしたわね。結婚からわずか105日だったって。しかも相手が末延真由子ってことで、さらに話題になってるんだぜ。末延あさ優子って、あの元女優さんよね。そうだよな。あの美人で才女で、しかも羽生結弦のファンだったって話もあるんだぜ。ええ、まさか羽生結弦が結婚するとは思わなかったわ。そりゃあ、誰も思わなかっただろうな。でも、結婚したんだし、きっと幸せに過ごせると思ってたんじゃないかな。そうよね。でも、なぜ、わずか105日で離婚したのか、すごく気になるわ。それはな、いろんな憶測が飛び交ってるんだぜ。例えば、羽生結弦が仕事に集中したくて、結婚生活を続けるのが難しかったとか。そうかもしれないわね。羽生結弦は、本当に仕事熱心だものね。あとは、末延真由子が結婚生活に適応できなかったとか、性格の不一致とか、いろいろ言われてるんだぜ。性格の不一致って、具体的にどんなことなの？それは、よくわかんないんだけど、多分、価値観の違いとか、生活習慣の違いとか、そういうことじゃないかな？なるほどね。でも、実際はどうだったのか、本当の原因は、わからないわよね。そうだな。実際はどうだったのか、本人たちしかわからないんだぜ。でも、羽生結弦が離婚を発表したとき、すごく寂しかったわ。そうだな。あのニュースを聞いたときは、正直、自分もショックだったぜ。羽生結弦は、これからもスケートを続けていくって話だけど、離婚の影響は大きいと思うわ。そりゃあ、あるだろうな。でも、羽生結弦は強いから、きっと乗り越えるだろうぜ。そうよね。羽生結弦なら、きっと大丈夫よ。でも、やっぱり離婚は残念だよな。本当に。羽生結弦が幸せになってほしいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦の離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まずは、羽生結弦が結婚したのは2023年の12月24日、クリスマスイブだったんだぜ。相手は末延真由子って人で、元フィギュアスケート選手なんだ。元フィギュアスケート選手なのね。そうなんだ。しかも、羽生結弦より年上なんだぜ。年上なのね。意外だわ。そして、結婚からわずか105日で離婚しちゃったんだ。105日って、短すぎるわね。離婚の理由はいろいろ言われてるけど、一番有力なのが、末延真由子の束縛が原因って話だ。束縛？そうなんだ。羽生結弦はスケートに集中したいタイプなのに、末延真由子は、羽生結弦が常に自分のそばにいてほしいって願ってたみたいなんだ。それは、ちょっとわかる気がするわ。だって、羽生結弦は世界的に有名なスケーターだし、常に注目されてるわけだから、末延真由子としては不安だったんだろうな。確かに、そういう気持ちもわかるわ。でも、羽生結弦はスケートに全てを捧げたいって気持ちも強かったみたいで、それが原因で衝突が起きたって話だ。衝突、悲しいわね。しかも、羽生結弦は離婚発表後、すぐに新しい彼女と付き合ってるって噂もあるんだぜ。もう、新しい彼女がいるの？そうなんだ。相手は、羽生結弦が所属するスケートクラブのコーチらしいんだけど。コーチ？まあ、噂だから本当かどうかはわかんないんだけど、もし本当だったら、かなり衝撃的だよな。確かに、びっくりだわ。まあ、羽生結弦は、プライベートのことについては何も語ってくれないから、本当のところはわからないんだけど。そうね。でも、羽生結弦は、スケートに集中するために離婚したってことは確かだと思うよ。そうなのかしら。これからも、
羽生結弦の活躍を期待してるぜ。頑張ってほしいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦さんの離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。羽生結弦さんって、結婚からわずか105日で離婚したんだってな。ええ、そうなのね。なんでそんなに早く？理由はいろいろ言われてるけど、一番有力なのが、元妻の末延真由子さんの影響らしいんだぜ。末延浅由子さんの影響って、どういうこと？末延真由子さんは、元フィギュアスケート選手で、羽生結弦さんと同じく、かなりの実力者だったんだぜ。すごい人なのね。だけど、引退後は、性格が豹変したって噂されてるんだ。豹変ってどういう意味？以前は、穏やかで優しい性格だったらしいんだけど、引退後は、気が強くなって、周囲に当たり散らしたり、わがままを言い出すようになったんだって。それは大変ね。羽生結弦さんも、最初は、末延真由子さんのことを理解しようと努力していたみたいだけど、結局、耐えきれなかったみたいだな。羽生結弦さん、かわいそうね。しかも、末延真由子さんは、羽生結弦さんと結婚した後も、フィギュアスケートの指導を続けることに固執していたんだってな。それは、羽生結弦さんにとって、負担だったんじゃない？そうだろうな。羽生結弦さんは、現役選手として、練習に励む日々だっただろうし、それに加えて、末延真由子さんの指導も受けなければいけなかったわけだ。大変だったわね。結局、羽生結弦さんは、末延真由子さんの要求に応えきれず、離婚を決断したんだってな。離婚の原因は、末延浅由子さんの強引さだったのね。まあ、そうとも言えるだろうな。ただ、羽生結弦さんも、結婚生活に疲れていたのかもしれない。そうかもしれないわね。この離婚騒動は、世間の注目を集めたのは言うまでもないぜ。みんな、興味津々だったわよね。特に、末延真由子さんの性格について、様々な憶測が飛び交ったんだぜ。それは、仕方ないわよね。一部の人たちは、末延真由子さんのことを、鬼嫁と呼んでいたんだってな。鬼嫁って、怖いイメージね。まあ、実際、末延真由子さんは、羽生結弦さんをかなり束縛していたらしいんだぜ。束縛って、どんなことをしたの？例えば、羽生結弦さんのスケジュールを管理したり、練習内容に口出ししたり、プライベートな時間まで管理しようとしたんだってな。それは、束縛というより、支配に近いわね。まあ、そうとも言えるだろうな。羽生結弦さんは、そんな状況に耐えきれなかったんだね。そうだろうな。羽生結弦さんの離婚は、世間に衝撃を与えたわね。そうだな。でも、羽生結弦さんは、これからも頑張ってほしいわね。そうだな。応援しているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦さんの離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。あのさ、最近さ、羽生結弦さんと末延真由子さんの離婚のニュースが流れたよな。ええ、私もニュースで見たわ。結婚からわずか105日で離婚って、驚きよね。私も驚いたぜ。なんでこんなに早く離婚しちゃったのか、いろいろ噂されてるんだが、一体真相はどうなんだ？そうよね。ネットでは、いろいろな憶測が飛び交っているわ。まず、離婚の理由として、三原舞靖さんの存在が取り沙汰されてるんだ。三原舞代さん？まさか、羽生結弦さんと何かあったの？詳しいことはわかんないんだけど、三原舞靖さんが羽生結弦さんと親密な関係にあるって噂が広まってんだ。本当かしら？でも、羽生結弦さんと三原舞代さんは、どちらもトップスケーターで、仲がいいのは自然なことだと思うんだけど。そうかもしれないけど、二人の関係が離婚の原因って噂も出てるんだ。それはちょっと信じられないわ。でも、もし本当だったら、かなり衝撃的よね。それに、羽生結弦さんと末延真由子さんの性格の不一致も離婚の原因だって言われてるんだ。性格の不一致？具体的にどんなところなの？よく言われてるのは、羽生結弦さんは完璧主義者で、常にストイックな性格なんだ。一方、末延真由子さんは、もう少し自由奔放なタイプだって言われてるんだ。なるほど。性格が全然違うと、うまくいかないこともあるのかもしれないわね。それに、二人
二人とも多忙で、なかなか一緒に過ごす時間が取れなかったことも原因の一つだって言われてるんだ。確かに、トップアスリートは忙しいから、プライベートの時間も限られるわよね。結局のところ、離婚の真相は本人たちにしかわからないんだけど、様々な憶測が飛び交ってるのは事実なんだ。確かに、真相は本人たちにしかわからないわよね。でも、二人とも今後の活躍に期待したいぜ。そうよね。これからも、素敵な演技を見せてほしいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は三原舞康氏が予言した羽生結弦の離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。三原舞よってのは、あのフィギュアスケート選手の三原舞康氏だよな。ええ、あの有名な。そう、あの有名な三原舞康氏だぜ。あの、三原舞よさんが、羽生結弦さんの離婚を予言したって本当なの？本当の話だぜ。信じられないわ。三原舞康氏は、2024年のあるイベントで、羽生結弦が離婚するって予言したんだぜ。イベント？具体的なイベント名は伏せとくけど、かなり信憑性のあるイベントだったんだぜ。すごいわ。三原舞康氏は、羽生結弦の離婚について、いくつか具体的な理由を挙げてたんだぜ。具体的な理由？一つは、羽生結弦の性格が原因だってことだぜ。羽生結弦さんの性格？羽生結弦派、完璧主義者で、周囲に厳しく、自分に厳しく、常に高い目標を掲げてるんだぜ。確かに。その完璧主義な性格が、結婚生活にも影響を与えて、妻との間に溝ができてしまったんだぜ。溝？羽生結弦派、常に完璧を求めるから、妻にも完璧を求めてしまうんだぜ。それは、難しいわね。妻は、羽生結弦の完璧主義な性格に疲れてしまったんだぜ。疲れてしまった？それで、離婚に至ったんだぜ。そうだったのね。もう一つは、羽生結弦のスケートに対する情熱が原因だってことだぜ。スケートに対する情熱？羽生結弦派、スケートに人生を捧げる男だぜ。そうよね。妻は、羽生結弦のスケートに対する情熱に理解を示すことはできても、その情熱に振り回されることに疲れてしまったんだぜ。振り回される？妻は、羽生結弦のスケートに夢中になるあまり、自分のことを顧みないことに不満を感じていたんだぜ。不満？それで、離婚に至ったんだぜ。なるほど。三原舞康氏は、羽生結弦の離婚について、このように予言したんだぜ。すごいわ。三原舞康氏の予言が本当かどうかは、実際に羽生結弦が離婚するかどうかでわかるぜ。確かに。羽生結弦派、すでに結婚から105日しか経っていないんだぜ。105日。こんなに短い期間で離婚するというのは、ちょっと考えられないよな。考えられないわね。でも、三原舞康氏の予言を信じるなら、羽生結弦派離婚する可能性があるんだぜ。そうね。今後、羽生結弦の離婚に関する情報に注目する必要があるぜ。注目してみますわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦の離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、羽生結弦派2024年に結婚したんだけど、わずか105日で離婚したんだぜ。そんなに早く離婚しちゃったのね。そうなんだ。しかも、元妻の末延真由子さんは、羽生結弦よりも年上なんだぜ。そうなのね、意外だわ。で、この離婚の理由は、いろいろ言われてるんだけど、一番有力なのが、羽生結弦の性格が原因だぜ。羽生結弦さんの性格？そう。羽生結弦派、完璧主義で、自分にも他人にも厳しい性格なんだぜ。結婚生活でも、その性格が災いして、末延真由子さんと衝突することが多かったらしいんだ。なるほど。結婚生活って、妥協も必要だもんね。それに、羽生結弦派、スケートに打ち込むあまり、家庭を顧みることが少なかったらしいんだ。末延真由子さんは、羽生結弦の仕事に理解を示していたんだけど、それでも、寂しさを感じていたみたいだぜ。そうよね、仕事に集中するのは大事だけど、やっぱり、家庭も大切よね。でも、この離婚については、いろいろな憶測が飛び交っているんだぜ。中には、羽生結弦が別の女性としていたとか、末延真由子さんがお金目当てだったとか、いろんな噂があるんだ。そんな、いろんな人が、いろんなことを言うのね。実際は、本人たちにしかわからないことだけど、
離婚って、当事者にとっては辛いものだから、噂を立てたりするのはやめておいた方がいいと思うぜ。そうね。離婚の原因はいろいろあると思うけど、他人がとやかく言うことじゃないわよね。それに、離婚の原因は、羽生結弦の性格だけじゃなく、末延真由子さんの性格や価値観も関係していると思うんだ。結婚って、二人で築くものだから、どちらか一方の責任だけじゃなく、お互いに努力することが大切なんだぜ。そうよね。結婚は、二人で歩む道だから、お互いに理解し合って、協力し合うことが大切よね。あと、離婚は、本人たちにとって辛い経験だけど、人生の終わりじゃないんだぜ。これからの人生を前向きに生きていけるように、応援してあげたいと思うぜ。そうね。離婚しても、人生はまだまだ続くものよね。前向きに進んでほしいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は羽生結弦さんの離婚について解説するぜ。よろしくお願いするわ。羽生結弦さん、離婚したんだってな。結婚からわずか105日で。え、そうなのね。びっくりしたわ。相手は末延真由子さんって言うんだけど、元フィギュアスケート選手で、今はコーチをしているんだぜ。元フィギュアスケート選手なのね。ということは、羽生結弦さんと、何かしら接点があったのかしら？そりゃあ、フィギュアスケートの世界って狭いから、面識はあっただろうな。でも、結婚して、わずか105日で離婚って、何か理由があるのかしら？理由はいろいろ言われているけど、一番有力なのは、やっぱり性格の不一致だろうな。性格の不一致。二人ともアスリートだから、すごくストイックで、お互いに理解し合えなかったんじゃないかな。確かに、アスリート同士だと、価値観が合わないこともあるのかもしれないわね。それに、羽生結弦さんは、競技を引退してからも、精力的に活動しているから、時間的な余裕もなかったんじゃないかな。そうよね。羽生結弦さんは、アイスショーや講演会など、忙しい日々を送っているわよね。それに、末延真由子さんも、コーチとして、忙しい日々を送っているんだぜ。お互いに、仕事に追われて、ゆっくりと向き合える時間を持てなかったのかもしれないわね。それに、噂では、羽生結弦さんの母親が、末延真由子さんのことを、あまりよく思っていなかったみたいだぜ。え、そうなのね。母親の反対って、結婚生活には大きな影響を与えるよな。確かに、そうね。まあ、いろいろ理由は考えられるけど、真相は本人たちしかわからないよな。そうね。でも、この離婚報道で、羽生結弦さんのファンは、すごくショックを受けているみたいだな。ショックよね。羽生結弦さんは、多くの人に愛されているから、ファンにとっては、悲しいニュースよね。でも、羽生結弦さんは、これからも、フィギュアスケート界を盛り上げてくれるだろうから、応援していこうぜ。うん、そうね。羽生結弦さんの今後の活躍も期待しているわ。ところで、この離婚報道で、浅田真央さんが、羽生結弦さんに助言をしていたって話があるんだぜ。え、そうなの？浅田真央さんは、羽生結弦さんの先輩で、すごく仲が良いんだぜ。そうよね。二人とも、フィギュアスケート界のレジェンドだし。だから、浅田真央さんは、羽生結弦さんのことを、心配していたんだと思うぜ。羽生結弦さんのこと、心配していたのね。具体的な助言の内容は分かっていないんだけど、きっと、羽生結弦さんのことを思って、温かい言葉をかけてくれたんじゃないかな。そうね。きっと、優しい言葉をかけてくれたわよね。まあ、羽生結弦さんが、この離婚報道で、どんな気持ちなのかはわからないけど、これからも、素敵な人生を歩んでほしいよな。うん、そうね。羽生結弦さんの幸せを願っているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。